こんにちは、よずみ世界史講師佐藤です。生後問題対策シリーズ、本日は、時期違いを探る生後問題です。やらびーな、はい、それでは独協大学、今日は経済国境国際教養かな方の、時期違いを探る生後問題です。独協大学、いい大学ですよ。埼玉県にありますけどね。今のおかしい逆説ですね。全然おかしいですよ、ね。ただ、まあ、ここは、例えば、上智、まあ、もともと外国語が有名なんでね。で、上智を受けるとか、東京外語を受ける、滑り止め独協、と言って滑り止めの独協になりましたっていうパターンがよく聞きます。でも、とてもいい大学で、何がいい大学かっていうと、駅がですね、埼玉県草加市にあるんですね。松原団地って駅だったんですけど、まあ、大学の力によって、独協大学前駅に名前変えちゃったからね。さすがです。どうでもいい話。では行きましょう、問題です。問題、パクスロマーナの時期のローマ帝国に関する記述として誤っているものを以下の中から選びなさいって。これはね、実は、独協大学だからっていう言い方はちょっと失礼なんだけれども、このレベルの正誤問題であれば、どこを見るかというと、もうパクスロマーナだね。つまり、ここを見るわけですよ。すと、この1から4の中から、パクスロマーナじゃないのを当てるっていうパターンなんです。普通は。ここがわざわざパクスロマーナって出てるわけですから。でそうなると、狙いだけはもうこの4つしかなくて、で、ワレリアヌス帝がいつなのか、ネロ帝がいつなのか、これマルクス・アウレリウス・アントニヌスでしょ。で、これインド・サータバーナ朝ってなると、これ何で出るかっていうと、これこの人の施設がインドを回って、ベトナム、カンボジア行ってベトナム行ってっていうふうに、マリンロードのとこで、まあ、以前も説明したかもしれないね。で、出てくるので、まあ、これはもうここと3と一体化されてるんですよ。ここで時期の違いを答えなさいというだけの話なんです。だから答えは、もちろん軍人皇帝のワレリアヌスが時代が違うんです。パクスロマーナじゃないんだけど、でも、こういう問題は、まあ楽なんですよ。どっちかっていうと。その時期の違ったものを探すっていうのはね。でも、本当の正誤っていうのはこれじゃなくて、例えば1番は、これもしかしたらササン朝怪しいんじゃないのとかっていうふうな正誤になる可能性もあるわけね。ここがなければです。ただ、ローマ帝国の規律に自体余ってるものを選べなさいだったら、そこの間違いのなる可能性もある。これ、シャープルで、これは合ってるわけです。エデッサの戦い、260年。で、例えば、丸二番だとネロじゃない。で、キリスト教迫害。これはまあ、普通の問題だったんだけど、できれば、例えば、この迫害のところがね、例えば、初迫害とか書いてあるんですよ。これ合ってるんだけど、初迫害で。もしくは、最後的迫害とかになって、これディオクレティアナさんだけど、っていう風な感じになることがある。今回たまたまもう文章が絶対丸だから、これでいいんだけれどもね。で、もちろん次、これいつも言う通り、こういうとこは怪しいわけですよ。つまりベトナム中部じゃなくて、本当は南部なんじゃないのとか、本当はベトナムじゃなくて違う国なんじゃないのっていうところに目を向けるんだけど、さっき言った通り、このサーターバーハナちょっとセットで、マリンロードを形成しているので、最終的にたどり着く場所は、カンボジアのオケヨ。で、チャンパ、そして五冠の日南軍っていう風になっていく流れはやってるはずなんですね。だからこれ合ってるんですよ、ここは。だから、この問題だとすると、もう文章は全部合ってるんですよ、簡単に言うと。でも、これ時期が違うってだけだから、時期の違うものを当てるという考え方なんです。だけど、これ、この系統の問題は、ローマがよく出るんですよ。ローマは特徴的にこの時期の違いの問題っていうのは多いんです。ローマだけじゃないけどね。で、それがなんでなのかっていうのを、ちょっとローマの歴史構造を教えてあげる。そのことによって、覚えるポイント、正誤の覚えるポイントをマスターしてください。ね。じゃあちょっとホワイトボードを見てみましょう。さあ、それでは、これがローマの政治の変遷です。もちろんこの上に王政があるんだけれども、まあ王政は短いから、そんなに出てこないので、この共和制と帝制のこの流れがあるから、正誤は出やすい。じゃあ、どこがどう正誤になってくるのかをちょっと見てみましょう。では、早速見てみましょうね。このホワイトボードの、その時期っていうのは何なのかっていうと、このローマって非常に長い時代を持ってる。ただ、長い時代を持ってるけど、塔とか、官みたいなのと違って、大きく変化している長い時代なんです。その変化の場所をよく確認するっていうんで、こう分けたのね。で、みんなも知ってる帝政ローマと共和制ローマっていうのに分かれてるのは分かるし、
これは分かります。で分かるから、ここの問題が出る、ここの問題が出る。例えば次の挙げる4つの中で時代の違うものを選べ、こっちが3つあってこっちが1つあってこっちを選ぶとかってパターンになるのは分かるでしょ。それともう一つはこのキーワードがあって、このホルテンシウス法とイタリア半島の統一って大体同じ時期なんだね。紀元前287と272年だから同じぐらいです。でこれより前っていうのは政治体制が変わる、例えばリキニウス・セクスティウス法とか、もしくは十二教法とか、あるいはここに当たるわけですよ。つまり、政治を整えて貴族中心から民主の共和制にしていこうという流れがここにある。あの政治の法律が出てくるところがここです。でこれで一通り落ち着いたらローマ外に行くから、この B のところに当てはまるのっていうのは基本的に、ポイニ戦争がある。でポイニ戦争の領土が広がるっていうんで、だからここを境にしてこことここって全然違う時代なんですよ。だから同じ時期と考えちゃいけないのと、さらにグラックス兄弟紀元前の133でこれ立て直そうとしたんだよね。でその立て直そうとして失敗して軍人が台頭するみたいな、そこにまあ三党政治とかが登場する。マリウス・スラから三党政治に入ってくるのはここなんです。だから時期が大きく 3つに分かれていて、間にこういうふうなキーワードがあるっていうのが共和制であり、訂正見るとこっちは分かりやすいです。元首制と専制君主に分かれてるの知ってるね。まあ、元老院と共同統治するのか無視するのかみたいな。で元首制の中でも2種類あって、これさっきの問題通り、いわゆる平和な時代と平和してない平和な時代と、非常に不安定な時代に分かれるわけです。でこれも2つの時期になってるわけじゃん。でここの途中っていうのは一体何なのかっていうと、まあ、大体180年ぐらいのマルクス・アウレリウス・アントニヌス五賢帝の最後の王様が亡くなってから、まあ、徐々に悪くなって、まあ、2世紀200年代に入って危機になる。これはまあ軍人皇帝時代がその中心、こっちが五賢帝時代が中心、これは2つの時代に分かれる。でも専制君主になっちゃうと、時代というよりは人が出てきて、その人の業績当てなんだよね。なんとかっていう出来事が出たらアティオクレティアヌスですとか、なんとか、あ、ユリアヌスです、あ、これはテオドシウスです、こうやって言う形で、これは時代分けではなく個人の業績分けの問題。ここは時代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 となるんです。だからローマがなんで正語で出やすいのかっていうと、ただ単に業績だけじゃなくて時代の正語が出やすいってことなんですよ。もともと世界史はそれを覚えるために教わるもんですよ。なのでそれって時、あの時代のことね、この時代のことね、あの時代のことねって当てられるようにしてもらう。これがローマの正語を答える、いわゆる時期の違うものを探していくっていうのを、勉強する正語問題の覚え方なんだってことを忘れないでください。ではおしまいです。シュクランバサラー。